コールオブデューティーシリーズコールオブデューティーモダンウォーフェア2コールオブデューティーモダンウォーフェア2は FPS である COD シリーズの第6作目 COD4 のストーリー登場人物世界観を引き継いだモダンウォーフェアシリーズとしては2作品目となる日本国外では講述の経緯でシリーズ名を抜いたモダンウォーフェア2と呼ばれることも多い COD2、COD4 CO を開発したインフィニティワード。発売元のアクティビジョンから全世界で2009年11月10日に発売。日本ではスクウェアエニックスより字幕と音声が日本語化された日本語版が2009年12月10日に発売された。本作初発表時の名称はコールオブデューティー6。その後モダンオーフェアニーやコールオブデューティー。 モダン・オー・フェア2の名称を使用。発売される。普通のパッケージには、コール・オブ・デューティー、モダン・オー・フェア2と書かれており、コレクターバージョンでは、モダン・オー・フェア2と書かれている。その理由は、モダン・オー・フェア2のコミュニティマネージャーである、ロバート・ボーリングによれば、COD4 の続編だからである。パッケージに、コール・オブ・デューティーが新たに加わった時、アクティビジョンは、ゲームが、 コールオブデューティーシリーズにつながっていることを示すためと発表した。日本版の発売を担当するスクウェアエニックスはコールオブデューティーモダンウォーフェア2の名を使っている。コールオブデューティーシリーズ初のセロディ指定作品でもある。2020年4月1日にグラフィック部分を手直ししたコールオブデューティーモダンウォーフェア2キャンペーンリマスタードが発売された。 マルチプレイは含まず、価格は2189円と割安になっている。なお、ロシアではシェンが自主的に販売を取り下げている。西暦2011年にイムランザカイフを筆頭とするロシア超国家主義派が実行したアメリカ東海岸への核攻撃計画は、ジョンプライス大尉率いるイギリス SAS とアメリカ海兵隊の合同作戦によって阻止され、 ザカエフは壮大な攻防の末に抹殺された。その戦いから5年後の2016年。ロシアでは、ザカエフを信奉する大統領が誕生し、ロシア超国家主義派の新たな指導者となった、ウラジミール・アルマカロフは、ロシアの政治的不安定の隙を見て、大量の軍事物資を手に入れていた。そして、ロシア国内では、 空港で多数の死傷者を出す銃乱射事件が発生、現場で遺体となって発見された、実行犯のテロリストのうち1名が軍籍を持つアメリカ人だったことから、反米感情は強まるばかりだった。アメリカは、マカロフの計画を阻止すべく、イギリス SAS、アメリカ海兵隊、ネイビーシールズなど、世界中から精鋭が集められた特殊部隊。 タスクフォース141を動員してマカロフを追っていた。COD4 や COD ボブのようにパークやアタッチメント、経験値を稼ぐことによるレベルアップ、支援攻撃などが存在する。今作ではパーク機能が大幅に強化されており、前作から引き継がれたものは一部カテゴリーの配置が見直され、新規で追加されたパークと組み合わせて先方に、 大きな特色を持たせている。すべてのパークは、使い込むことで、プロと呼ばれるものに変化し、さらなる性能強化を図ることができる。支援攻撃は、何キルしたらどの支援攻撃を発動するか、を、複数の中から選択することが可能となっている。中でも AC-130 は、前作、COD4-1 ミッションである、空からの死さながらに画面を通して、 空爆を行うことが可能である。その他にも、支援物資の投下や、ステルス機による、絨毯爆撃、究極の支援攻撃として、戦術核の使用など、前作よりも、さらに多彩かつ派手なものとなっている。他にも、キャプチャー・ザ・フラッグや、サードパーソン視点でのプレイなど多くのプレイモードが、追加され、投げナイフや、設置した場所で復活可能なマーカー。 爆破ダメージを軽減する、チェストプレートなど装備も多数追加されている。今作には、通常のキャンペーンモードの協力対戦機能が実装されない代わりに、スペシャルオプスと呼ばれる、独自の協力プレイモードが実装された。最大人数は2人で、前作のエピローグエピソードである、マイルハイクラブのようなマップを集めた、協力対戦に特化したモードとなっている。 マルチプレイ的には、サブモードながら、通常のキャンペーン並みのプレイ時間が用意され、キャンペーンとは、また違ったプレイを楽しめる。未分割画面、または、オンラインで、プレイが可能である。前室のボーリングは、今作で追求キャンペーン独特の映画的な体験、また、プレイヤーのペースを壊さないため別にコープ用のモードを作ったと発言している。 マルチプレイを基準にカテゴリで区分。なお、キャンペーンにのみ登場する武器も存在する。基本的に乗り物自体をプレイヤーが操作することはない。COD シリーズでは映画音楽の作曲家を起用する傾向にあり、本作ではドイツの作曲家、ハンス・ジマーがテーマ曲を作った。彼にとってビデオゲームの作曲はこれが初めてだという。なお、 COD4 の音楽を担当したハリー、グレッグソン・ウィリアムズは、ハンス・ジマーの作曲家グループに所属している知人である。アメリカ・カナダ・イギリスの3カ国だけで発売後24時間の売り上げが470万本、売り上げ額は3億1000万ドルに達した。ありがとうございます。